さあ続いてですが、はい、ミシェルさん最近お休みの日って何されてますか？休みは全くありません。あ、そうでもない。休みの日、まあダーッとして映画かなんか見てるかな。あ、いいですね、のんびり。普段が行動的だから、うんうんうん、落ち着いてます、ね、あ、なるほど。じゃあ結構オンとオフを、そうですね、うん、くっきり分けるタイプなんですね、はい、休日の過ごし方、皆さんそれぞれね、はい、お好きな過ごし方様々だと思うんですけれども、今回は感謝と合言葉にお客様に笑顔を届けていらっしゃる、うん、こんな企業様です。あなたは普段どんな休日を過ごしていますか？2016年に発表されたあるデータでは、国内旅行、外食、読書、ドライブと十人十色、それぞれが多様な趣味に時間を費やしていた。そしてテレビやゲーム、スマートフォンなど、時代とともに新たな娯楽は生まれ、人々には多くの選択肢が与えられ続けている。そんな時代に日本の娯楽を代表する事業として次なる進化を遂げた男がここにいる。株式会社アミューズ専務取締役営業本部長岩谷一馬。平成5年、関西エリアを拠点に人々に夢と希望を与える遊興施設として産声を上げた株式会社アミューズは、お客様だけでなく従業員にとっても笑顔生まれるパワースポットを目指し、日常にはないスペシャルな空間を提供。すべての人と向き合い、喜びと楽しさを与えることを胸に、関西から関東へ新たな挑戦を続けている。今回は岩谷一馬をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。まずはじめに株式会社アミューズ様の業務内容を教えてください。はい、千葉で1店舗、和歌山で2店舗、大阪で8店舗、パチンコホールの経営の方をさせていただいております。全国展開されてるんですね。そうですね、今まさにその途中というところなんですが、もともと大阪の企業だったんですが、去年から全国に出てきたという感じですね。今業界全体の動向ってどんな感じなんですか？うん、そうですね、平成に入ってすぐの時には、30兆円規模と言われていて、はい、遊戯人口も3000万人いたんですが、今年に入ってですね、1000万人を切って、そして売上も18兆円というところで、非常に右肩下がりの縮小傾向にある業界となってます。いつの時代もイケてるでじゃなくてそうですね、少子化だとか、はい、もちろんそういうのも当時よりもやはり余暇が増えたので、スマホゲームであったりですね、その娯楽が種類が増えてきたっていうのも大きな要因とは言われてますね。はい、確かにね、選択肢が、まあ、日本はいっぱいあるからな、うん、スポーツ業界でもサッカーだけじゃなくて必ず野球っていうものがあって、それがみんな分かれてっていうね、楽しいことがいっぱいありますもんね、はい、日本はね、はい、そうですね。そういった中でもアミューズさんは好調なんですよね。うん、はい、はい、そうですね、今年 1.5 倍の店舗規模に拡大させてもらってるんですが、おお、はい、縮小していく中なので、本当に今しかチャンスがないというふうに思って、本当に会社上げてやってますね。大変なんだね今ね。そうですね、本当に大変な、チャレンジですよね。チャレンジをするしかないと思ってます。なんとか4店舗とも軌道には乗ってるので安心はしてるんですが、やはりこの先の業界のことを考えると、さらに落ち込むことも十分想定されるので、さらにチャレンジしていかないとと思って、今から加速していこうと思っています。ライバルも多いですよね。そうですね、本当に非常にやっぱり競合店が多いので、競合店ね、はい、特にやっぱり関東なんて今まで関西とは違って名だたるホールがやっぱり混在してますんで、そういったところに買っていかなければいけないというプレッシャーはやっぱ常に感じてます。業界全体でやっぱり関西から関東に流れてくるっていう流れはありますか？はい、そうですね、50社ほど、もう今出てきてはいるんですが、その中でもやっぱり成功している企業っていうのがやっぱり数社ぐらいしか、本当に片手ぐらいしかいないので、非常にやはり関東と関西のやり方って違うんだなというのは痛感してますね。大きなスペースが駐車場も含めて必要ですよね。はい、そうですね、あれは結構、まあ閉まってるお店も僕らはいろんなとこ行かせてもらうと 、はい、見ちゃうんですけど、はい、そういう面でも苦労があるだろうね。そうですね、関西とその関東のやり方の違いっていうのは、はい、専務が
今お感じになるところってどういうところですか？関西の場合ってどちらかというと営業一本でいかに平日と土日問わずお客様を集客できるかっていうのはこだわりを持ってるところが多いんですが、関東というとどちらかというと本当にピークの時にいかに上げていくかという、例えば土日とかいうのがやはりピークになってくるんですが、そういう時にいかに集客していくかっていうところっていうのは非常に違いを感じますね。そんな中でも千葉にこの店舗を出されましたけれども、うん、はい、千葉という土地柄はどんなふうに捉えてらっしゃいますか？そうですね、千葉って本当ロッテマリーンズがあるように本当に熱狂的な方が多くて、ある意味すごくシビアであるんですが、ある意味信用をつけてしまうと非常に友好的にしていただくお客様って非常に多くてですね、そういう意味では大阪の暑さとすごい似てる部分が多いというのが正直実感ですね。やっぱりアミューズさんのパチンコ店からはその人が減らない、いなくならないっていうのはどういうところに一番ポイントがあるんでしょうね？これだよ。まあ正直そこはあると思います。全てじゃなくてもね、ちょっと披露していただけると。やはり地域の皆様にこう一人一人にですね、どうやって愛される店作りを目指していくかっていうのが本当に秘訣だと思いますので、昔みたいに1000人いかに集めるかではなくて、今来ていただいている人一人でも逃がさないという手法をいかに取っていくかっていうところ、そこに本当に従業員満足度とお客様満足度ってやっぱりその2つをやっぱり並行していかないとこれからの産業では残っていけないのかなと思っております。社名のね由来を聞きたくなるね、そのアミューズさんっていうのは。そうですね、なんかいいですよね。そうですね、でも最初は英単語の開いて A から始まるで、やはりこう五十音順で言うとすごい近いので、よく社名で上に上がってくるっていうところが実は目的でもともとやったんです。すごいね、はい、実はそうだったんですが、ただアミューズっていう語源はやはり人を楽しませるとか喜ばせるという意味があるので、やはりその社名通りのやはり経営理念を持ってやっていかなければいけないとは思ってます。さらにアミューズの社名通り、働く従業員たちにも喜びや楽しさが生まれる会社を目指しているという。その社風についても詳しく話を聞いた。まだまだ自分たちその中小企業ですし、まだその社歴でいうとパチンコ業界だと非常に若い会社なんですが、やはりその分まだまだ制度であったりとか、そう福利厚生であったりですね、まだまだ充実しきっていない部分が多くてですね、そのためにはやはり現場の声であったりとか、本当に全員の従業員の声をやはり拾っていかなければいけないと感じてますので、そういうところで風通しのいい会社を作っていくっていうところをその非常に大事にしてやっていってます。働いている人の層はどういう若いものがやっぱ多いんですか？そうですね、大体20代から40代の方が大半となっていて、ちょっと肉体労働の部分もあるので、50代とかになると体力的に持たないとかいうのはやっぱり今問題がありますね。激しく動くから。そうですね、重たいもの持ってとか、そうですよね、腰とやっぱ膝の負担っていうのがやっぱり多いので、企業理念か何かでちゃんと打ち出すものがないと。はい、どういうあれなんでしょう、理念は。企業理念が感謝っていう文字なのですが、やはりその今自分たちがこうさせていただいているのもやっぱりお客様あってですし、取引先があってですし、もちろん働いているみんなの仲間たちも当然全ての方に感謝をすれば自然と笑顔が出ると、自然とやはりもっともっとサービスをしたくなるというふうな好循環をいかに作っていくかっていうのをやはりその目標としてやらせていただいてます。そういう人材教育もそうですね、しっかり内面的にいかにやはりみんなのモチベーションを上げていくかというのが大事かなと思います。アルバイトから正社員になる方っておられるんですか？多いですね。まあ、やっぱり多い、はい、そうだよね、そこで体験できちゃってるから。そうですね、でその価値も生み出しますもんね。そうですね、はい、あ、なるほどね。岩谷専務がこのお仕事をされるきっかけって何だったんですか？そうですね、父がまあもともと社長でいるんですが、はい、最初自分は映画業界とか音楽業界とか、そう人をなんていうんですかね、感動させる仕事をしたいなってすごい思ってまして、そういった時に大学の時にちょっとたまたまバイトをさせていただいてて、その時にそのパチンコ台1台に対してすごいドラマがあるなというのをすごい直で感じて衝撃を受けて、それでもこの仕事しかないと思いました。なるほどね、はい、でも世代がこれだけ、はい、違う世代がおられるっていうのもなかなかない場所ですよね。なかなかないです、本当に幅広い、幅広いですね、はい、お父様からもなんかアドバイスとか最近、ね、ありますか？日々いろいろご叱責とかいただくんですが、
でもやはり一貫して言われるのはやはりお客様は喜んでいるのかっていうところと、やはり従業員がみんな満足しているかっていうところ、その2つを必ずやっぱり聞かれる社長なので。あ、従業員がね。そうですね、目先の部分をこう優先してしまうと、やはり長期的に見た時にお客様の満足度はじゃあどうなのかっていうところは常に考えなさいと、本当常日頃言われている社長ですね。地域に愛されないとダメじゃないですか、はい、そういったご苦労ってありますか。やはりありますね。やはりその本当に口コミが特にまだ年配の方と多いので、一発本当にちょっと何て言うんですか、粗相をしてしまうと、うん、すごくそのお客様の中でも敬遠されたりとかっていうのがあるので、やはり本当そういった時どうしてもやっぱ怒ってしまうミスっていうのがあるので、そこでいかに本当にアフターフォローを本当に従業員と本当会社をかけてその一人のお客様をしていくかっていうことが非常に大事な業界だと感じてます、ね。やっぱりありますか、そういう。本当ありますね。問題が起きちゃう時はね。本当よくあります。よくありますか。よくありますね。なんで出ねえんだとか、お客様のわがままお客様のわがままじゃないですかそれ。でもやはりそこまで満足する部分を我々が提供できなかったっていうのは我々の落ち度かなとも思いますんで。あの機械早く持ってこいとかなんかそういう。ありますね。新しい機械。そうですね。もっと入れてほしいとか。入れてほしいとかね。声もありますし、いかにその要望に一日も早く応えるかっていうのも非常に大事になってくる。逆に感謝の言葉いただいたりしてね、うん、そうですね、もうそれが本当に何よりの喜びです ね。それもありますからね。ありますね。本当に正直世間でいうとまだまだパチンコっていうところって認められてない方って大半の方がいらっしゃるので、うん、そういう中でやっぱり一人ずつでもこうなんかファンが増えていくっていうところってすごい喜びとモチベーションになりますね。大きな変化を迎えた業界で人々に夢を与え続ける岩谷一馬、そんな男が見据える今後の展望とは。最終目標はやはりこの業界を変えていきたいなと、先ほど言ったようにまだまだ世間から認められてない部分があるので、本当に胸を張って従業員が本当に家族とか友達にパチンコ業界で働いているんだと胸を張ってもらうことが自分たちの本当に目標なので、そういう意味でまず本当に日本一を目指して、それは売上規模であったり従業員満足度、お客様満足度、全ての意味で日本一を目指してやっていきたいと思っています。でそのために今まず関東で千葉店の方と、で県外にも出店させていただいたので、本当いずれ本当に日本一の店舗数を誇って、本当その地域地域で愛される店づくりを作れたらなというのが次なる目標となっています。では最後になりますが、はい、岩谷専務の格言を教えてください。はい、徳川家康の旗印にもなった言葉なんですが、オンリエドゴングジョードという言葉がありまして、これは戦国時代の、要するに自分たちが天下を取るために人を傷つけたりっていうところがあったんですが、その徳川家康がですね、逆に世の中の人のために天下を取るんだと、平和な世の中を導くためにやっていくんだっていう、そういう理念を持って家康は行動してたんですが、我々も一緒でやっぱり今までみたいにエゴを出してですね、この業界やってしまうと本当にどん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 お客様を苦しめてしまう、そして業界が衰退していくっていうところがありますので、まずいかにお客様のために、自分たちのためではなく本当にこの業界全てに働いている人たちのためにやっていくかっていうところが本当に我々の次なる課題なのかなと思うので、そういったところを格言として自分は思っております。素晴らしいね、まあ、いつまでも我々のアミューズでね、はい、楽しませていただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。